小野です。酒井です。さあ行きましょう、はい、YouTube コメント欄から質問いただきました。はい、いつも大変ためになる動画をありがとうございます。芸大の建築家を目指しているものです。美しい線、力強い線が引けず悩んでいます。指示ですが、以前に利き手の小指を骨折してしまい、現在リハビリを続けています。鉛筆を立てる、箸のような持ち方をすると少し指に違和感がありうまく描けず、鉛筆を寝かせて輪郭線を重ねると線が汚いと言われてしまいます。骨折については何やら言い訳のようで、家塾の先生にはなかなか言えません。続きます。そこでこちらに質問させていただきたいのですが、鉛筆を立てて汚い線になるぐらいなら鉛筆を寝かせる、握る方がマシだと思うのですが、これにはやはり限界があるのでしょうか。鉛筆の持ち方、腕の関節の動かし方は人によって様々なのでしょうか。それともデッサンの本などに描いてある方法を忠実に守った方が良いのでしょうか。お二人が考える美しい線を引くコツ、練習法などありましたら教えてください。回答いただけましたら幸いです。よろしくお願いします。はい、はい、といった。なるほど。まず骨折っていう状況がどれくらいの、うん、その力が入らない具合かっていうのは分からないんですけれども、まあでも利き手が使えないわけじゃないんですよ ね、 そうですね。小指がちょっと使いにくいけど、はい、一応利き手で使って書いてる、書いてることですよね。書くことはできる、はい、書くことはできる。なるほど。力強い線が、うん、なんかちょっとこの質問見てて一番まず気になったことが、はい、その美しい線、力強い線が引けずに悩んでいますっていうのは、はい、自分自身がその自分の作品、その書いた作品を見て美しい線じゃないなとか、自分の絵ですね、力強い線じゃないなとかってなかなか思わないと思うんですよ。つまりあの誰かに言われたっていうふうに僕は思うんですね。お前美しくないなとか、線が良くない、線が力強くないぞとか、そう言われるとやっぱりその言葉が残るじゃないですか、自分の中に。そこで初めて、ああそうなのかなと、自分の絵は確かに美しい線じゃないなとか力強くないなとか、その時初めて思うんじゃないかなと思うんですよ。書いて誰にも何も見せる前に、あ美しくないとか力強くないってなかなか思えないような気がするんですけどそんなにうまくないなぐらいはわかるかな。あ、まあそうですね、そのぐらいだったら、ふわっとしてますよね。あるかもしれないんですけど、うん、これは美しい線じゃないとか力強くないとか、すごく具体的に限定的な言い方をしてるので、多分そういう直接そういう表現をそのどなたかにされたのかなと思って聞いてたんですね、はい、前半で。そしたらやっぱり途中からそんな話が出てきてましたよね。その前ですか。はい、まあ、悩んでいますの後でずっと見てたら、はいはい、輪郭線を重ねると線が汚いと言われてしまいます。こういうふうに具体的にそういう線が汚いという言葉でやっぱりこう批評をされて、初めてそう言われると線が汚いのかなっていう自覚になると思うんですね。だからやっぱりこれはその言葉のやり取りなので、美しい線、力強い線、線が汚い、これはその何をその作品のどの部分を指して何を指してその言ってるのかっていうのがすごくポイントになると思うんですよ。すごくその対象がちょっと今限定されてない状態で語りにくいっていうんですかね。だから多分何かを指してこういう話になってるはずなので、そのこの言葉をそのアドバイスしてくれた人との何て言うんでしょうね、こう何のことを言ってるのかみたいなのをちゃんとその共有していくことがまず第一歩なんじゃないかな。これのことですかみたいな具体的にはこれですかね、これのことですかとか、まあ自分が考える
なんかそのこの部分がその原因ですかねとか、なんかそのある程度想像してみて、はい、まあ、ちょっとこう投げ返してみたりすると、うん、まあ、あ、それのことだよっていう話になるのか、うん、いやそれじゃないよと、もっとこういう話をしたかったんだよとか、うん、なんか初めてそこでその意思疎通が起きると思うんですね、うんうん、でそれをちゃんとすることがすごく大事だと思うんですよ。その指導する側される側の、うん、まあ、コミュニケーションですね、うん、そこちゃんとすることがすごく大事だと思うので、うん、ここに書いてあるその骨折については何やら言い訳のようでちょっと言いにくいっていうふうに書いて、うん、先生に言いにくいって書いてあるんですけど、うん、こういうことも共有しちゃった方がいいんじゃないかなとまず思うんですよ。その言い訳っていうんじゃなくて、なるほど、はい、私は今こういう状況ですと状況です、はい、だからって聞こえちゃうと嫌だけど、そのちょっとここは力が入りにくいんですけど、工夫がしたいぞと、そうですね、うん、そのなんかそういう状況も含めて、うん、先生とこう意思疎通を図るというか共有を図る、ま、ですごく僕はいいことだと思うんですけど、そうですね、うん、言い訳と取られないようにはしたいけど、うんうん、なんかその何が気になっているとか、うん、何に今ちょっとこう悩んでるとか、うん、そういうことも全部共有できたらした方がいいと思うんですよね、うん、その上でいやあんまり例えばそこの骨折の、ね、力が入りにくいとかの話ではなくて、うん、もっとこういうことをちょっと伝えたかったんだよ、あんまりそこじゃないよと、うん、原因はね、うん、ってなるのか、うん、それともああそうなのかと、そこ力入んないのかと、うん、だったらちょっと僕が言ってることはちょっとやらせようと思ったけど無理かもなとかね、うん、そういう話になるかもしれないし、うん、まあ、そこでねなるべくその共有を図ってズレをなくすっていうのがお互いにとっていいかなとは思うんですけど、うん、そうですね、はい、コミュニケーションされない、教える教えないは結構厳しいですよね。そうですね、だから、うん、まあ、自分も日々ちょっと指導してる側なんですけど、はい、できるだけその生徒 の, その状況っていうのは察したいなとは思ってるんですね、うん、ずれたくないので、うん、だからなるべく察しようと思ってるんですけど、うんうん、ただそれがちょっと察しにくい人っていうのもいてなんかこちらからいろんなことを ここが難しいのとか、うん、こうなのかな、これで悩んでるのかなとかいろいろ聞くんだけど、なんか動かない人とかいるんですよ、ほとんど動かないみたいな、そう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 、ちょっとうなずいてくれるといいかなと思うんだけど、うん、どうなのとか、あ、違うの、どっちなのみたいな感じでこう反応がねちょっと欲しいんですよね、そういう欲しいですね、はい、なんかちょっと緊張してるのかもしれないんですけど、はい、辛いですよね、やっぱりそこがねなかなか難しい人もいて、まあ、考え込んじゃってるのかもしれないですけど、まあ、本人は人ですからいろいろいますけどね、はい、そんなにこう、うん、すんなりリアクションできないのかもしれないんですけど、うん、ただできるだけ、うん、その意思疎通しようとするってことがすごい大事だとは思うんですよ、ですお互い、そうですね、お互いですね、その生徒の方も先生の方も、うん、うんとかうんうんとかもうそれだけでもだいぶ違う、そうですね、その理解したのか、うん、ちょっと分かんないって首かしげてくれたりとか、うん、そのぐらいでも、うん、まあ、かなりその内気な人であっても、うん、なるべくそのぐらいは頑張ってやって、うん、あ、ちょっと理解してないのかなとか、あ、うん、これ伝わったみたいだとか、うん、そういうのだけでもやってくれるとそうですね、はい、ちょっと話脱線しましたけど、でも、はい、そういうことすごく大事なんじゃないかなと思って、はい、お互いそのこう意思疎通をできるだけ図って、そうですね、はい、話がずれないようにするっていうか、うん、はい、まずそこだぞと。でまあ、ちょっと質問には少し答えていこうと思うんですけども、はいはい、鉛筆を立てて汚い線になるぐらいなら鉛筆を寝かせる握る方がマシだと思う、これにはやはり限界があるのでしょうかと。これどういう意味なんだろうな。鉛筆を立てるっていうのは勉強の時のやり方、持ち方ですよね。鉛筆持ちですね。これ寝かせるは、寝かせるはこっちですかね。そうですね、こっち持ちですかね、はい、まあ、こっちが汚い線になってこっちが綺麗な線になるっていうのがそのみんなの前提でもないような気がするというか、人によってですよね。こう塗るっていうことなんですかね。立てて塗ると
汚い線になっちゃう。その線の面にしたいけど、面にしたいけど汚い線になっちゃう。これ言葉難しいな。握る方が、握るこっちか、握る方がマシ。何を書いてるのかとかにもよるし、うんうん、まあ、この勉強持ちと、うん、いわゆるこの握り込む書き方って、はい、どっちかっていうとこの勉強持ちの方が、三点持ちっていうのかな、はい、三点持ちの方が手伸ばして書くにはちょっと書きにくい感じがするんですよね、はい、だから画面から顔を離して、うん、書くときは割とこっちに握り込むやり方の方が、そうですね、多いですよね、はい、で僕ほとんどこれで書くんですけど、なんかこう、これも時々使いますが、この三点持ちも、はい、でもすごく少なくて、うん、特に受験生の時はもうほぼ使わなかった。この持たない、三点持ちしない、こっちばっかり、はい、こっちばっかりでほぼ書きますね、はいはいはい、で今はちょっとこっちも使うかな。そうね、こっちだな。あのなるべくこう顔を離したいので画面から、うん、だから腕を伸ばしたい、うん、腕を伸ばすとどうしてもこの書き方になるので、あの遠目、近目遠目でいうと遠目を重視する書き方。これであってもこう寝てる状態とこう少し立ってる状態両方ありますよね。できますよね、両方っていうかいろいろありますよね、はい、これでこう線になる、はい、このちょっと画面切り替えた方がいいな、うん、こう立ってる状態とこういう状態でこう書いている、うん、こういう状態で書いているっていうちょっと違いますからね、この角度が。角度変えられますよね。変えられるんで、うん、割と自在なんですけど、これをこうするって結構こう手首が邪魔というか、うん、なんか自在じゃないんですよね、こっちの方が。手を伸ばして書くにはやっぱりこっちの方が書きやすいと思うんで、うん、そっちかな。だから寝かせるっていう感覚でもないんですけどね。 なるほど、まあ寝かせるのに向いてますけど、うん、立てたりもできる。そうですね、はい、寝かせて書いた方がいいっていうのでこっちって言ってるわけじゃないんですよ、うんうんうん、なるほどね。その、はい、立てもするし寝かせもするけれども、こういう持ち方をしてますと、うん、だ限界はあるのでしょうかは、うん、どうですかね。そんなにないような気はしますけどね、限界は、うん、あのただまあこれもあるといえばあるのかもしれないですけど、うん、どちらかの持ち方にはやりにくい動きっていうのがきっとあるでしょうから、うん、どちらであっても、うん、あの限界は多少あるのかもしれないんですけど、うん、いい絵を描いていくっていう点においては、うん、そんなに関係ないかなって感じがしますけど。そうですね、はい、はい、やりあのだから物の認識とか、うん、あの観察による見方ですね、うん、そっちがほとんどなので、うん、そうですね、全部この3点持ち、うん、こう握り込むんじゃなくて3点持ちで、うん、はい、あのこの持ち方で僕はほとんど書かないって言ったんですけど、でも全部これで書けって言われてもある程度書けると思うんですね、はいはいはい、あの結果的にはそんなに変わらないっていうか、うん、できてくるものは、うん、あの同じ認識を持った、うん、こう脳みそとか、うん、観察眼で書いてる以上は、うん、あんまりこう手先の問題はそんなに大きくないと思いますので、うんうん、あのそこに そんなにあのウェイト意識のウェイトを持っていく必要はないと思いますけど、うん、あの外国の動画とかでボールペンでめっちゃうまいデッサン描く人とかはこう机の上にポンと置いて、まさに鉛筆文字で端からこうチキ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 端から出来上がっていくみたいな、印刷機みたいなやつですね。あれだとその持ち方でやってますからね。でそのまあ細かいものを緻密に描くにはやっぱりそっちですよね、うん、こっちですよね、3点持ちですよね、はい、うん、でまあ、その状況によって当然そのイーゼルが立ってる状態だとこういう持ち方で画面から離れて見て書くっていうのが多いんで ね、うん、そうですね、机で書いたり上からこう見て書くときは3点で持つ人が多いかな、うん、そうですね、はい、で次、鉛筆の持ち方、腕の関節の動かし方は人によって様々でしょうか。なのでしょうか。そうですね。それともデッサンの本などに書いてある方法を忠実に守った方が良いのでしょうか。
これは、はい、デッサンの本に書いてある方法は、うん、デッサンの本によって違うと思うんですよ。そうですね、はい、だからある本に書いてある方法は一つの方法でしかないので、はい、別の本を見たら全く同じことが書いてるわけじゃないので、うん、そもそも本によって違うと思います、うん、その鉛筆の使い方とか。そうですね、はい、一つの推奨方法だと。そうですね、考えてくれた方がいいかなと、うん、本に書かれていることがその全て正解、まあ、その人にとってもそれが合う合わないがあると思うんで、うん、そこら辺はなんか一つの情報だとして受け取ってもらった方がいいですね、うん、でお二人が考える美しい線を引くコツ練習法などありましたら教えてください、うん、美しい線を引くコツあります？練習法、美しい線、美しい線とか引けてないような気が自分の場合はいわゆる美しい線とかあんまり引けてない気がします。自分なるほど、そういうタイプの絵を描いてない気がします。デッサンでそういう認識に立ってない、うん、それなんか美しい線引こうっていうのがまずデッサンの場合はですね、はい、なんて言うんでしょうね、こうもっと線で何かを表すっていう、うん、その表現の場合は多少そういうことを考えるのかもしれないんですけど、うん、デッサンの場合はどちらかというと線のウェイトが自分の場合は低いので、うん、なんというかこう色そのもののウェイトの方が高いような感じがするので、うん、僕は最初の頃は上手い人の、うん書き方の真似してましたね、うんうんうん、うまい人のなんか手の動かし方がかっこよく見えたんで、まあまあそうですね、それを真似ました。なんか、うん、なんかねこう手がすごいこうシャなんか動かし方がかっこいいんですよ、うん、あれできない。確かになんかこう、うん、何事もそうだけど、うん、上手い人ってやっぱ様になってるから、様になってるんですよ。なんかこう座ってで、うん、こうなんかこう構えただけでなんかやるぞこの人って雰囲気あるよね。うまそげですよね、うん、やっぱり。でもその表面だけを盗みました。それはでもね早く上手くなりますよやっぱり。なるほど。とりあえずじゃあこうなんか真似するっていうのはいいんですかね。真似するはすごい、うん、楽ですし、目標となる人があればいいですし、まあ、例えばその YouTube とかにあるデモンストレーターの動画でこの人の書き方なんかちょっとかっこいいなみたいのが、うん、もしあればその雰囲気を真似てみるとか。なるほど。僕それすごい役に立ちましたよ。やってみてもいいかもしれないですね。なんかこう木炭の置き方がこうさシャッシャッさみたいないい音とかするんですよ。なんかそのなんか、うん、でもちょっとわかるな。なんかこう自分からだとなんかガシャガシャジャガ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 みたいな感じなんだけど、その人がやるとシャッシャッみたいな、なんかこうなんでこんなに違うんだろうって思ってましたから、それはいいと思いますよ。なんかでもそういうのってその、はい、僕もすごい分かるんですけど、うん、その例えばいろんなその海外の YouTube の動画とか結構見てて、はい、海外の人がこう油絵描いてたりとかして、はい、おじいちゃんが油絵描いてたりとかして、はい、その達者な人がですね、はいはい、でそういう人のその描いているやっぱりこう、まあ、筆の動きとか手の動きとか見ると、はい、やっぱりその人っぽさってあって、こうなんかねすごいかっこいいのがあるんですよ、やっぱ見てると。ね、でもかっこいいっていうのは必ずしも、うん、なんつったらいいんだろうな、こう、うん、ちょっとねやぼったい動きとかしてたりする、なんかこうシュッシュッシュッとかじゃなくて、はいはいうん、なんかこう筆をちょっとなんかくるくるひねってみたりとか、はいはいはい、なんかこうちょっと絵の具をなすりつけるようにこうクリンクリンってやったりとか、はいはい、小技が効いてるみたいな、なんかそうなんですよね、うん、なんかちょっとそんな動きするんだみたいな、はいはい、なんかちょっとやるんですけど、はい、そのやっぱり手の痕跡、動きの痕跡がこう絵の具のやっぱ画面のつけ方に現れるので、はいはいはい、まあ、多分デッサンとかもきっとそうですよね、はい、だから、まあなんて言うんだろう、ここのこう技法というかテクニックっていうのは、うん、そのさっき物の見方が大事だって言ったんですけど、うん、テクニックはそんなに大きくないとは言ったんですが、うん、まあ無関係でもないですよね、うんうん、やっぱりそこの行為の結果として何か残るので、うん、
だから研究するのはいいことだとは思いますよ。はい、まあ、それだけやっててもうまくはならないんですけどね。あのウェイトとしてはそっちは低いですけど、はい、低いですけど、はい、練習法、あの僕はあの高校の先生にとにかく手を大きく動かしなさいっていうのでやらされたのは、こういうの木炭紙台の紙に上から下までこうやって上下で引く、左右でやってっていう、これの何が役に立つんだろうって思ったんですけど、あの初心者の人ってそんな筋肉ないんですよ。こんな腕を伸ばしてこういう動かし方ってなんていうか筋力を持ってないというか、使わない動きなんですね普段。全く使わない動きをいきなりさせられるんで、だから、その練習したら最初だけですよ。でも、もう書き出したら結局はその筋肉をずっと鍛え続けることになるんで、はあ、いっちゃん最初にやらされるんです。ビーって線引いて、はい、横筋肉っつっても別に筋力ではないんですよね、多分鍛えてるって。なんかそ なんかそういう動きが普段というか今までしたことがないから、そうなんです、その操作を、そういう動かし方、人体のそういう動かし方を知ったみたいな、そういうことですかね。そうです、こうやって動かすのを意識しなさいって、はーいって、なんかもう始めって言われて、やっぱいきなりこう書き始めるから、みんな、画面に顔近づけて、そうですね、だそうじゃなくて、なんかもう こういうノリで、そうです、ノリです、こういうノリでっていうのが割とその形から入るけど、でも絵の見方みたいなものにつながっていくってこと、全体を捉えるっていう。そうです、そうです、それはでもいいですね、はい、その訓練法、そのデッサンを覚えるのに早く体がついて、大きく捉えようみたいな、ね、そうですね、なんかそんな動かし方って本当生きててしないですから。こうそうですね、確かに、こう肩を中心にとか、普通こうじゃないですか、なんか。そうですね、それをここ中心に動かすんだぞみたいな、これやってると結構辛いんですやっぱ筋力いるな、ある程度ザザザ、こんな動かし方するんだっていう経験ですね、まずね、それによってその雰囲気、あと上手い人からいただくっていうので、やるといいかなと、なるほど、思いました。はい、そんなとこですかね、はい、今日は、はい、YouTube コメント欄、質問待っております。ぜひぜひください。今日は以上になります。じゃあまた次回です。じゃね、さようなら。